HKT48 と JR 九州さんがコラボしてます。もっとみんなの九州、もっと九州を元気にプロジェクト、イブスキ、イブスキです。イブスキです。イブスキの玉手箱です。イエーイ。最南端にある駅らしいですよ。じゃあ今うちら今最南端にいるんだよ。今日本で最南端、すごっ。一番南にいるんだようちら。すごい。幸せ足りてますか？幸せ足りてない、うん、もうちょっと欲しい。じゃああの金どこに金がありますか？あれです。あ、あった。あれをこっち見ちゃった。なんか幸せを願う数だけ鳴らすらしいですよ。え、願う数だけ、うん、じゃあ100個ぐらい鳴らしちゃうんだけど。ガンガンガン、うん、じゃあ鳴らしますよ。結構音がすごかった。大きめな1個、ちっちゃい幸せいっぱいじゃなくて大きい幸せいっぱいね。大きめな1個。そう。なるほど。はい、じゃあ、はい、幸せになりたい。なんか、え？なんで鳴らないの？ポスト、あ、黄色いポスト、みっけみっけ、あれと写真を撮りましょう。初めて見た。幸せ届ける黄色いポストって、黄色いポストとかも絶対いいことありそう。めっちゃ幸せになれるじゃん今日。最高だね。あそこ一番日本最南端なんじゃない？あ、日本最南端だ。本当だ。多分そうなんじゃない。そうなんじゃない。めちゃくちゃ美味しい。本当？うん、うん、野菜が甘すぎてびっくりしました。美味しい。野菜甘いよね。野菜甘くてびっくりした今。タレと黄身が混ざり合って美味しい。耳グッド、すいません。
いただきます、うん、グリーンピースが甘いんだけど、うん、オクラがまた、うん、おいしい、これシャキシャキね、完食完食、おいしかったです、最高でした。あーあーもうこのままね、このまま帰ろう。帰らずにたくさん、ね、はい、今からいっぱい歩いてね、まだまだ観光していきたいと思います。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次は次は、うん、スイーツを食べたいと思います。うわー、もうまた食べちゃう、やばいよ、もうまた食べちゃう、最高だね。たい焼きです。たい焼き、糸屋さんというところに来させていただきました。結構メニューが、見て、黒あん、白あんはいつも通りじゃないですか、うん、でカスタードもいつも通り、うん、くるみあん、ホテサラ、チーズ入り、レモンあん、なんだこりゃ、待って、めっちゃ迷うくない？ここはあれですよね、焼き印が、うん、焼き印が選べる？選べる。すごい、すごい、あ、差し入れとかにめっちゃいいね。お願いします。お願いします。あ、チョコレートとかも裏にハンドメイド雑貨屋さん、もしかして奥の方に進んでいくとですね、あ、すごい雑貨屋さんがありますよ。ちっちゃん、かわいい、シフトに合ってるよ。かわいい、これ買いな、これ買おうかな、うん、かわいい、これかわいいですね、これ、たい焼き食べたいと思います。くるみあんか、あれね、あれくるみあんだ、うん、レモンあんか、ありがとうございます。カスタードです、感謝。こちら、この動画を見てくださってる皆さんに感謝です。熱い、熱い、熱そう。だって今できたばっかりだもんね。あ、まだカスタードが出てこん。熱そう。熱い、おいしい、おいしい、熱そうすぎる。甘い、わ、食べたい食べたい、甘いが出ました。くるみあんです、初めての。これは祝にしました。祝、祝、わい、何かと祝うことが好きで、めでたいですね。あ、めでたい、めでたい、いきます。うん、くるみあん、うん、あ、くるみ感じる、うん、ほのかにくるみの香りするわ。おー、でも白あんなんだ、でも白あんなんだけどくるみの香りがほのかにするって感じ、いいね、おいしい、おいしい、大人の白あんだね。うん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 、じゃあいただきます。私は必勝にしました、レモンあんです。いただきます、はい、うん、めっちゃ爽やか、すっきりしたあんこって感じ、食べやすい、おいしい、レモン、ね、さっぱりしててめっちゃ美味しい、レモンの味です。うん、今のおすすめって言ってたよ。なんか多分 白あんかな、これもベースが白あんで、うんうんうん、ね、ちょっとレモンのペーストが入ってるから、うんうんうん、爽やかな感じになってめっちゃ美味しい。なんか外がカリッて中がふわっていう風に書いてたんですよ。うん、その通り。いただきます。うん、チーズ、あ、チーズそうだ、めっちゃ美味しい、チーズそうだ、うん、チーズとろっとしてて、うん、あのちょっとあの福岡のむっちゃまんじゅうみたいな感じです。ポテサラでめっちゃ美味しい、関係の、うん、今からチリンカ島へ向かいたいと思います。たくさん食べたので、たくさん、はい、次は歩きたいと思います。はい、塩が引いた時だけ、うん、歩ける道が、道ができると、できる言われてますが、どんな感じなんだろうね。ね、本当に楽しみだね。
そう、メルさんの SNS の配信にコメントして、うん、あのまだ高校生で部活が忙しすぎて会いに行けないけど、うん、大学生になったら絶対行きますって言ったら楓ちゃん絶対来てって言ってくれて全然嬉しい、全然嬉しい、全然覚えてないけどすごい、すごい、でなんか手が震えました。すごい、コメントってやっぱ読まれると嬉しいですね。そうだよね、うん、でもその大学生に なる前になった頃にはもうそうここにいるっていうのがすごいよね。そう、隣にメルさんがいるの不思議ですね。そうだよ。では、はい、この道を渡っていきたいと思います。頑張るぞ。チリンガ島に着きました。イエーイ。こちらパワーストーンです。パワーストーン触ってから帰りたいと思います。もうパワーをもらいました。今11万年前のすごいな。めっちゃ歩いてめっちゃ疲れた。たくさん説明を聞いて疲れちゃいました。ギリギリです。うわー、帰り道すごい気持ちよくなって、福島を旅してきました。楽しかったね。楽しかった。美味しいものいっぱい食べて、いっぱい歩いて、はい、指宿の魅力をたくさん感じれましたね、はいはい、パワースポットいっぱい回ったんで、うん、運が今日でめちゃくちゃたまりました。確かに厄除けもできたし、ね、本当に温玉ランド楽しかったですね。美味しかった、全部が楽しかった、ね、美味しかったし、はい、美味しかったし、最高です。みんなもぜひここに来てください。はい、はい、指宿の玉手箱に乗って、はい、皆さんぜひ遊びに来てみてください。はい。